前回はガルーダを倒したところね。この時点ではワイバーンロードからトビリューの翼盗むことを狙っており、彼を出現させるためにクランランクを上げる必要がありました。結局使わないという話だったわね。必要なランクまで上げるって前に聞いたけど、それはゲイルレンジャーズで良いのかな。ドレインってそんなに重要だったかな。この縛りでは超重要です。2.3 パート後でお見せします。花サボテンなんていなかったわね。以前買い忘れた桜の杖を2本購入しておきます。なぜか西ダルマスカやエンサでは買えません。続いてレイスね。今の能力なら楽勝でしょ。ところで奥にテクレインがいるけど、あいつ倒せるかしら。 HP ダメージ空間なんてまず無理ゲーと思う。ちょっと試してみましたが、あの HP 減少を止めるのは不可能に思います。奴と戦う場合は特別ルールとして敵からの火ダメだけを禁止にするかもしれません。さてデモンズボール手前行きましょう。まずはメンバーそのままで。手前は押しつぶされるまでの時間が短いのに、奥よりも能力が高くて強いのよね。ようやく最後にもエアロを習得させたので、それでもヨダメ全然足りてないように思えるけど。全然ダメだねこれは。そこでパンネロさんに頑張ってもらいます。二人目の黒魔導士として。やっと私の出番ね。前から杖を2本ずつ買っていたけど、黒二人体制なのね。お待たせしました。これで火力不足になることはまずなくなるでしょう。ところで私の装備してる閃光魔棒はどこで入手したかしら。ワイバーンロードのいるマップで拾いましたが、録画を失念してしまって追い詰められたらやばいぞ。ついでに経験値2倍のヒナのスペットも入手してます。サイレスで沈黙になると失敗です。魔法を使わないオースラさんやどこいに。アルバンガダークのままよ。エアロ習得前のデータでパンネロさんを黒に止めたのです。変な言い方しないでよね。パークが次元の狭間に飛ばされちゃったじゃない。それとこれは関係ないですが、やり直しです。今度はバトルスピードを最低にしています。魔法のエフェクトが続く間にデモンズボールの ATB が進み、ダテレポされてしまったと思われるので。4人反射する分エフェクトが長いからね。敵が CT0 だったらこちらもバトルスピード最高にしておかないといいんだけどね。やったメラーダーだな。手前倒せれば奥なんか楽勝だわ。手前は撃破必須ではありませんが、ご褒美としてコラプスの魔変が入手可能となります。最強魔法コラプスどこかで使うことはあるでしょう。時間がないわ。壁が迫って。では奥です。戦い方は同じです。先ほどのリフレクが切れないよう、まずは戦わないメンバーを出しておきます。ボースラさんを狙わせるのも同じです。戦闘になって突っ込んでいきましょう。下げられたらボスから離れて、その隙にデルタアタックで仕留めます。手前でも、狙われたキャラを遠くに移動させる方法があったかもね。どうでしょうね。手前はボス接近状態から始まるし、魔法が飛んできたら、もう次のダテレポが撃たれてしまうかもしれません。さて次から応募ない探索です。バッシさんの防御力をもう少し上げておきます。敵の攻撃力も上がってきてるわね。乱数次第で火ダメゼロには抑えられないわ。防御無視攻撃の吸血もかなり厄介な存在だわ。ただこちらも黒魔導士が2人もいます。先手必勝で進んでまいりましょう。デモンズボール手前を倒した箇所から再開です。コラクスの魔変を取りに行きます。遺跡によくある謎仕掛けね。FF12 無印では確か片手剣のエビルスレイヤーが先で入手できたわ。本来ならジャッジベルガ後の装備品がここで入手できたのです。ただガリフ後はバルハイム地下道で攻撃90足す即死 10% のデスブリンガーを盗めたりします。エビルスレイヤーは影が薄いわ。デスブリは今回プレイでは入手するのかしら。いえ、バッシさんにはもっと強力な剣を装備してもらう予定になっています。その武器はトライアルで盗めるんですけどね。
おじさまをおとりにして、私たちは後方から射撃ね。エアロ、この火力ならザコは全部一撃かな。魔片を拾ったら本ルートに戻ります。そこまでカットします。左右、どちらから攻略しても OK です。このフロアには、バニシとデスペルが落ちてます。バニシ使えるようになるのね。早速ここで消えてみるのかしら。ここのザコは、エアロ一撃なので、倒した方が早いです。それにアンデッド系は、聴覚感知と生命感知であり、視覚は関係ないため、バニシュの効果が薄いのです。生命感知は、HP40% 未満のキャラを感知するんだよね。この縛りでは関係ないわね。シーカーバットは最大乱数でも、攻撃27なので、バッシュさんで火ダメ0にできます。ただ吸血が来たら、すぐに距離を置きましょう。その罠はダメージを受けるわ。絶対に踏んじゃダメ。こういう時にレビテガが欲しいわ。レビテガは当分先のツイッター、大草原に落ちてます。それまで罠には十分ご注意を。魔片は、道端のトレジャーから時々拾えるでしょう。マップ中央の起動装置まで進みます。ザゴーは風弱点ね。ミニマムキマイラの粘着液は攻撃力30あるから火ダメ0に抑えられないです。ご注意を。強いリズムね。ボンボンボーン。ボーンも攻撃力40あります。ラーサー様突然どうしたのかしら。いや、なんでもないです。台座を下ろすトリッチが3体出現。黒魔導士がいなかったら、ここは難所だったわね。これで片方終わりだね。大したことないわ。この調子でサクッと終わらせましょう。反対側、通路にはデスペルが落ちてます。白、魔導士か赤魔戦士しか使えません。ボス戦での使用頻度は高いけど、使えるジョブが限られてるわね。魔片で代用するのが無難ね。デスペルのためだけに赤か白入れることはないですからね。二ジョブ目につくならともかく。また罠だわ。4人通れるほど通路が広くないから結構邪魔ね。気をつけて。おじさまのデコイがちょうど切れていたせいで、私が狙われちゃったじゃない。これはピンチだわ。今度はデコイかけ直してから倒すわ。帰りも気をつけて。ウォースラさんが引っかかりそうだわ。あ、コントしてる場合じゃないわ。気を取り直して、中央の起動装置まで進みます。ゾンビは近くの私に反応したわ。遠くのおじさまは、感知範囲外だったかしら。予想外だったわ。猛毒もダメージ受ける前に解除すれば OK だけど、すぐにダメ発生することもあるもんね。この台座を下ろすことで、ゾンビメイジが出現します。魔法を食らう前に倒しましょう。
まさかのダークの魔剣だわ。アイテムは CT0 で即時発動。これは回避もできない。卑怯だわ。おっとパンネロ戦士。ここで逃げた。ラーサー様は実況しなくていいわ。まあ全ての敵を倒す必要なんか全然ないもんね。今日はここまでにしましょう。次回はボス編です。お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。